ットさん、西田愛です。今日は東京銀座にあるリーバイシーさんにやってきました。ここは何をする場所かというと、本当は立ち入りたくないけど、そろそろ立ち入ってちょっと自分と向き合わなきゃいけないなと思いまして、お肌のあれこれをちょっと見てもらって、どんな風にケアしていってより、若々しくというか、お肌の状態、お顔の状態をいい状態で保っていくかっていうのをね、ちょっと今日は学びたいなと思います。私と一緒に潜入した気持ちになって、美しく行きましょう。ちょっと銀座っていう場所に降り立ったからなのか、ちょっとなんかみたいな感じになってますけど、正直ドキドキしてます。怖い。自分の肌の状態全然知りたくない。なんでですか？嫌なこと言われるに決まってんじゃん。30超えてからですか？32歳。やっぱ違いますか？シミが出てきてるのも気づいてるし、ほうれい線とかも最近ちょっと治りづらいし、むくみも取れづらいし、スマホ飲みすぎて首のシワもちょっとすごい気になるし、なんかちょっとやっぱ20代前半の時に比べてたるみがすごい気がして、パックとか頑張ってるけど、もう表面ではどうしようもないゾーンに入ってきてるので、改めて自分の、いいとこ、そしてこれから改善するべきなところ、見直してみたいと思います。早速行ってみましょう。銀座の街が一望できる。今日特別に個室を、使わせていただけるようです。ちょうどいい時間帯で今日が沈み出して、私東京にいるって感じがする。10年いました。田舎者なんです。ちょっと銀座の高いビルにいると東京にいる私って思っちゃう。まずはこのハイミラーっていう、鏡だけど機械なんですけど、このハイミラーを使って顔の状態をまず知るんだそうです。担当の石原さんです。石原です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。もうめちゃくちゃドキドキしてるんですけど大丈夫ですかね？この鏡すごくてですね、はい、この写真を撮るとお顔が測定できるっていう鏡になります、うん、特にその毛穴とかシミ、あとシワとかが見れるっていうのがまず一つポイント で、うん、で特にその個数が分かります。今の現状の 何個あるかっていう、これは実際の実数値が出るので、それでこうどれぐらいこう何個良くなったかとか何個悪くなったかっていうのが見れるのがこの鏡になります。そういう記録もしていってくれる機械、はい、ってことですか？そうですね、記録もしていってくれます。あともう一つすごいのは、この後ちょっと撮りたいんですけど、はい、顔のプロポーションっていうのが分かるんですけど、はい、あの頬の高い位置と口角のところに膨らみが できる4ポイントがあるんですね、はいはいはい、そこを、4V って呼ぶんですけど、その 4V の場所が見れます。へ、その位置が高いと 若々しいいい形、はい、で、下がってるとちょっとこう筋肉が落ちてしまって、うんうん、たるみやすい状態の顔の状態っていうのが分かるので、はい、それがまあこの機械でしか測れないっていうところがあのすごい高いになってます。お顔の状態がそのまま分かるっていうのが一番あるんですけど、うん、例えば毛穴とかだったら、今西田さんに何個毛穴があるのかとか、で理想は何個なのかっていうのがこう見えるんですよ。いいのか悪いのかというよりかは、うん、その今の状態が分かる、例えば体重を測るみたいな形の機械なので、はい、いろんなアプリとかがあの入れられたりとか今後していくんですけど、鏡で使う場合は、あ、でも鏡、女優ミラーみたいな形で鏡として使います。はい、目の中にちゃんと光も入るし。今一般発売が今年の3月から、開始してるんですけど、あのずっとお店に置いていて、お店でだけ測れてたのが、うん、あのお客様の販売用も今年の3月から始まったような形が、うん、はい、気になった方は、はい、まあ、調べていただければ、そうですね、手に入れることもできるってことですね。できますね、はい。でも結構高いですか？あ、値段は、販売価格が5万円ぐらいなので、お客様が買う場合は5万円切るぐらいかな。あ、もう意外と安い。そうなの、もっと高いと思ってた、うん、ですよね。でも無駄遣いが逆になくなるからいいですよね。なんかそこは別必要ないよってとこにケアしてたのが分かるわけじゃないですか、はいはいはい、もっとここにすべきだよってのが、うんうんうん、そこにお金をかけて化粧品変えたりすることで逆にコストダウンにもつながるっていう、これで測っていきたいと思います、
顎のラインがこちらに来て、鼻のてっぺんがこの緑のところに来るように、このくらいか。OK です。緑だと OK。緑になったら OK です。はい。そのこちらのカメラを見ていただいて、はい、切ります。3、2、1。何が、数字は分かるけど、何がそれで何なのか。そうですよね。はい。この一応8種類見れまして、はい、OV、シワ、目の小じわ、シミステージと毛穴、キメ小じわ、赤みくぼ、はい、で、この数字が今の数値になってます、うん、で、1個ずついくと、まずこの 4V っていうのがさっき言ったの4つのポイントなんですけど、はい、めちゃくちゃいいです。一応これ数字があるんですけど、面積として52平方センチっていうふうに出てるんですけど、うん、で、あの平均値っていうのが、あの西田さんの年齢、さっき出ていただいた年齢の平均値と理想値っていうのがあって、はい、うん、大体もうあのこれぐらい皆さん平均であるので全然良いです、うん、この見えますか、青い点と白い点見えますか。わかります。この青い点が理想の位置で、うん、白い点が今の西田さんのハイポイントみたいな。はい。へー。一応これが理想の状態が見れるんですけど、ほとんどずれてないのであんまりわかんない感じ。あ、でもちょっとなんか口角上がってる感じがする。わかります。これがその青い点にポイントが来た時の西田さんのお顔。へぇ。普段そのいろいろケアされてるのでめちゃくちゃいいですね。頑張ってます。さすがです。さすがです。一応これが個数なんですけど、59を拾ってますね。はい。すごい、頬私シワあるの拾われてますね。ね、うん、頬よりこの辺とかこの辺は自覚ありますけど、はいはい、頬、うーん、こうやってやるから。これはシミ、はい、先ほど気になられていた。めっちゃある。本当ですね、こうやって見ると平均の倍ある。714個。714個。すごい。シミがステージ分けされてるんですね、うん、1、2、3っていうステージがあって、で、特に3のステージが多いんですけど、3はもうめっちゃ濃いやつ、はい、逆で、これから出てくるやつ。そうですね、深緑、はい、色で、囲われてるものがステージ3の一番、まあ、深いところにあるシミ、うん、おでこと鼻もすごい。上の方、この辺しっかりそのシミのケアができると薄くなりやすいかなという感じです、うん。はい、毛穴もちょっと多いかな。この点々点々が全部その毛穴として検出されてるので、うん、若干こう開いてたりとか 黒ずみ系の毛穴が拾われるような、うん、おでこと頬が多いので、うん、気にしたことなかったな、うん。おでこ割と皆さんあったりするんですけど。そうなんですか。スキンケアで多分こう頬は入れるんですけど、こうおでこは割と入れないというか、おでこ意外とこう抑えてなかったりすると、割とこのおでこのシワができやすかったりとか、おでこの毛穴が目立ちやすくなってしまう。あとはキメコジワ、これは角質、お肌の角質層の部分なんですけど、うん、まあ、肌がごわついてたりとかすると割と多めに出やすいところです。西田さんはここの辺か、頬の上の方に割と出てます。うーん、ちょうど頬のあたりが乾燥してる感じがするので、うんうん、乾燥の部分でキメがちょっと整いづらくなってるかもしれない。こうやってなんか定期的にね、はい、チェックして数値が増えてるのか減ってるのかとか分かるのは、なんかどこをピンポイントでケアしていいか分かんないじゃないですか。はい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 、はい。これがあると、あ、じゃあ今私は乾燥してるから結構保湿一生懸命頑張った方がいいなとかね、ポイントを絞れるのはすごいありがたいですね。そうですね、想定以内だった。想定以内でよかった。やっぱ真相の部分ってさ、分かんないじゃん、深いところって。だから結構覚悟してたけど、あ、日頃からお金かけてる、ちゃんとかけてるだけあって思ってたほど、あのひどい結果はなかったので、また日々のケアをちょっと怠らずに頑張るしかないなって改めて再認識した。じゃあ早速次はそのフェイスポインターって前みなみちゃんにね紹介してもらったあれで、ちょっとここの口角がキュッて上がるようにちょっとツボを刺激していきたいと思います。ズシーンってきてる今、めっちゃ気持ちいい。これをね、痛い。うわー、いっと、はい、詰まってる。詰まってます。そう、ここね。あー、他の動画も見てみてね。愛がともさげもしたー。